アトランティスです。今回はですね、本日が1月8日の水曜日なんですけど、本日発売になりました、江藤美沙さんのフォトブックですね、こちらの方を買ってきたので、とあと写真集2冊ほど買ってきましたので、そちらの方の動画撮っていきたいなと思います。まず買ってきたものが、先ほども紹介しましたこちらですね、江藤美沙さんのフォトブック、これ本日発売になってる分ですね。とあとこれ少し前ですかね、だいぶ前に発売されてると思うんですけど、これが、2019年7月1日の第1刷りなんで、ゆうりちゃんの卒業の写真集ですね、7秒の幸せを買ってきました。とあともう一つ、これもだいぶ前になるんですけれども、こちらが、そうですね、日向坂46のファースト写真集の立ちこぎですね、こちら3冊買ってきたので、そちらの方動画撮っていきたいなと思いますね。まず今回の目玉というか、こちらのミサさんの写真集、写真集とかフォトブックですね。今回これ、最後の方に載ってるんですけど、あのなあちゃんの時の写真、あのフォトブックの時もそうだったんですけど、なあちゃんの時はお父さんと対談した記事が載ってて、記事というか載ってて、で今回はミサさんの場合はお母さんとですね、対談した時の話が、まあ文章が全部載ってるわけなんですけど、まあね、今やプロ野球選手の源田壮亮選手の、ね、結婚されたお嫁さんですけども、でね、この間の、箱根駅伝もう、あの実の弟が國學院で走られて、でまあ、源田壮亮選手と一緒に、まあ、家族全員で沿道で応援してたみたいねっていうのを、あの記事がネットニュースで出てたと思うんですけども、なんか改めて思うと、そのね、このお母さんとの対談のところにも載ってたんですけど、もともと大分の方で生まれて、まあ、大分の出身 で大分の方でアイドル活動をしてて、で それがきっかけで、まあ、乃木坂46に、まあ、スカウトされたというか、まあ、オーディションに入ったんですけど、目に留まってっていう感じだったんですけど、で乗ってるんですし、あと乃木坂46自体もそうなんですにも言ってたんですけど、まあ、幼稚園の頃に、まあ、足に腫瘍ができて、まあ、手術してみないと悪性か陽性かわからないっていうのがあって、でまあもちろんちゃんと歩けるかどうかもわからない、その手術したとが成功したとてちゃんと歩けるようになるかもしれん、あのちゃんと歩けないかもしれないっていうところから、今やまあ、そういうの、あのプロ野球選手のお嫁さんになってるわけなんで、まあまあ、そういうところも、まあ、その対談で載ってるんですけど、まあ、全て言うとあんまり良くないと思うんで、よかあの気になる方はあの見てみてください。で、このゆうりちゃんのそこですね、7秒の幸せっていうのは、なんかゆうりちゃんっぽいなっていうのは見てて思いましたね。でもともと乃木坂46の時代からもそうなんですけど、まあ、ゆうりちゃんってなんかもっと可愛い感じの子だったんで、本当はそのゆうりちゃんの性格がそのまま出てていいなっていうのは思いますね。あとこちらも最後の方にあのスイカで出てるんで、まあもうほとんどメンバーいなくなっちゃったんですけど、まあ、なあちゃんとかかりんちゃんとかね、じゅんなとかかわごぴーとかもいますんで、よかったらこちらも、まあ皆さん持ってはると思うんですけど、持ってなかったらチェックしてみてください。で、あとこちらが、日向坂のファースト写真集の立ちこぎですね。やっぱり個人の写真集、個別のね、写真集もいいんですけども、やっぱりグループの写真集ってなんかすごくいいですよね。今回そのグループの、まあ、メンバー同士の仲のいいところがいっぱい詰まっててよかったなと思いますね。漢字ケヤキの、やつは持ってるんですけど、まあ、乃木坂ちゃんのやつ2冊出てると思うんですけど、そちらの方まだ買えてないんで、また集めたいなと思いますね。あと持ってないのがその2冊と、多分あの生駒ちゃんの写真集ですねが、多分今手持ちというかにないんで、またそちらも買ったらレビューしていきたいなと思いますね。でこちらもそうなんですけど、こちらは最後の方に、まあ、めみちゃんからの、まあ、言葉というか手紙みたいな形で載ってるのと、あと一番最後のページにかげちゃんが載ってるんですよね。でかげちゃんまだちょっと休業中なので、ひよたんが昨日、4枚目のシングルから復帰するっていうことが決まったんですけど、発表があったんですけど、かげちゃんまだちょっと学業
かな、体調不良か、多分学業だったと思うんですけど、休業してるので、これからもその影ちゃんが復帰できるように、まあ、復帰した時、まあ、復帰するんだろうなって思ってるんですけど、まだちょっとだいぶ、時間がかかるんじゃないかなと思うんで、まあ、僕は、一ファンとしてゆっくり待ちたいなと思いますね。で、最近ちょっと、ちょっと日向坂は京子が推しだったんですけど、ちょっとこの写真集を見たりとか、あとテレビ番組ですね、バラエティだったりとか音楽番組見てると、川田さんがちょっと気になり始めて、推し編をするのか推し増しをするのか、まあ、少し悩んでるところなんですけど、まあ、まあそれを含めて今回日向坂の立ちこぎはすごく良かったなと思いますね。まあちょっと最後の方はちょっと話それちゃったんですけど、よかったらこの3冊ですね、まあ、おそらくこの2冊は持っている方が多いと思うんですけれども、この本日発売のえと皆さんのそれですね、フォトブックよかったら見てみてください。では今日はこの辺で終わりたいと思います。ありがとうございました。バイバイ。